77年の門巻駅と、周囲約500メートル範囲。下が、北見江差市方面。ホームが、江差シ側にずれている。駅の右上側の国道は、まだ旧ルートのまま。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成門巻駅は、北海道江差市郡江差市町あざとい巻にあった、日本国有鉄道公品北線の駅である。 電報略号は巻。広品北線の廃線に伴い1985年7月1日に廃駅となった。所在地名より、地名はアイヌ語由来とされるがはっきりせず、一説にはトゥイパケからとされる。廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の東側に存在した分岐器を持たない防線駅となっていた。 無人駅となっており、有人駅時代の駅舎は改築され、豊牛駅、車内駅と同系のプレハブ駅舎となっていた。駅舎は校内の東側に位置し、ホームに接していた。内部は事務室部分はカーテンが引かれ物置となっていた。2000年時点で門巻コミュニティセンターとなっており、2010年時点でも同様であった。ありがとうございます。